坂口哲也は大阪府岸和田市出身の元プロ野球選手、野球指導者。小学校1年生より貝塚リトルで公式野球をはじめ、ハブ中学校在学時には岸和田ボーイズに所属。私立和歌山高校では1年の春季大会からベンチ入りし、高校通算20本塁打。甲子園出場経験はなし。川端慎吾は イズカリトル時代から高校までの先輩にあたる。2010年のドラフト会議にて、阪神タイガースから育成1位指名を受け、11月10日に、支度金200万円、年俸300万円で、仮契約。2011年、ウエスタンリーグに30試合出場し、打率、125、本類打0本の成績であった。2012年、 ウエスタンリーグで46試合に出場し打率2384打点の成績で前年より成績を向上させた。本職の二類種の守備では1失策と安定していたものの18試合で担当した遊撃種の守備においては6失策を数え、守備率857と課題を残した。二千十三年ウエスタンリーグで十九試合に出場し、打率 277、13打点を記録した。守備位置は、遊撃手を中心に二塁手、三塁手、外野手としても起用された。遊撃手としては22試合に出場し3失策と、前年よりは、守備面では安定性を増した。同年シーズンをもって、育成選手として3シーズン在籍したため、育成選手の規約に基づき、10月31日に、 自由契約公示されたが、11月11日、育成選手として再契約した。2014年、10月1日に、球団から戦力外通告を受け、10月31日に自由契約公示された。その後社会人野球のパナソニックに入社した。2018年シーズンをもって、選手として優待し、守備総類コーチに就任した。 高校通算本類打20本の強打に加えて、俊足高打が持ち味。本職は二類種だが、遊撃種、三類種も守る。ありがとうございます。